を彩る感動と情熱。アクシデントも体力の限界も超えて、誰もが夢と興奮に酔いしれる40年以上の歴史を持つモータースポーツの祭典、鈴鹿8時間耐久ロードレース。鈴鹿8隊は8時間の間に最も多く周回したチームが優勝。レースの始まりは、並んだマシンに向かってライダーたちが一斉に駆け寄っていく独特のスタート。40度に迫る気温、60度を超える路面温度、限界に挑戦する過酷な戦い。毎年何万人もの観戦者が訪れる日本で最も有名なバイクレース。スタンドで揺れるライトスティックとカウントダウン。3、2、1、今8時間経過。みんなで8時間を迎えました。ライダーが初めて優勝したのは1982年の第5回大会。ホンダ社内チーム所属の飯島茂雄、萩原慎二組でした。2000年の23回大会、ホンダは VTR1000SPW を投入。レーシングマシンの開発運用をする HR シート、市販車モデルの開発をするホンダ技研浅香研究所がタッグを組んで作り上げたマシンでした。そのニューマシンが力を発揮して優勝。そして2006年には10連覇を達成。その中には最多優勝ライダーの宇川徹や、伝説のライダー加藤大二郎、史上最強のライダーと称されるバレンティーノ・ロッシもいました。2022年の第43回大会、ホンダは8年ぶり28回目の優勝を果たします。続く2023年も優勝し、ホンダは連覇達成。2024年も優勝すれば、高橋拓実は過去最多6回の優勝ライダーとなります。そしてホンダ勢も記念すべき30勝目を挙げるのです。風がうねり、興奮が駆け抜ける鈴鹿8隊。今年もまた日本の夏を彩るレースがスタートします。